おはようございます。速稼塾の久保でございます。まずはコロナウイルスの情報から発信お話しさせていただきますね。現在感染者が 17,496 人ということで、お亡くなりになった方が362人というふうに、レポートされております。まあちょっとね、感染の角度は若干ちょっと緩まったのかなってところがあります。爆発的に広まりましたからね。まあこういう現象が起きるのもいろんな要因で、情報の伝播のスピードですとか、皆さんがね、予防意識を持ったとかいろいろあるわけなんですよ。最初はまだやっぱり警戒心が薄いんで広がりやすいところはありますけども、現在はですね、渡航に制限を設けたりとか、すぐに病院の方に行く方がいたりとかね、個人個人でマスクが使われたりとか、アルコール消毒器が使われたりとかですね、やっぱり街中で品薄に商品がなるってことは、それを使ってる人がいるってことなんで、品薄になる以前よりは時よりはだいぶ、感染防止策が個人に行き当たったのかなというふうに感じますね。ただまだね、全然収まってるわけではないんで、引き続き警戒をしていきたいと思います。私たちができることっていうのは、まあマスクもそうですけども、手洗いをね、細かくすることですよね。手洗いをこういうふうにしたりとかね、こういうふうにしたりとか、こう爪をやったりとか手首をやったりとかね。で、外から帰ってきたら、とにかく外着はもう洗濯に出して部屋着に着替えるっていうこと、この着替えとかね、あと清潔にするっていうこと、これをやっていくと、あと髪の毛をね、よくやってなかったりするんで、まあ外から帰ってきたら理想的には髪の毛も一回こう洗浄してですね、また新たにやっていくと、めんどくさいじゃないかってことがありますけども、病気になったらもっとめんどくさいんで、今の時期だけ、そういうことをやっていきたいと思います。私の場合はもう顔も洗いますし、頭もそうですしね、あと外出するときはサングラスをかけるようにしてますね。ゴーグルまではいかないんですけども、まあそんな感じで、自分の身を守ることで周りの人も守ることになるのかなと思います。最悪なのは自分がキャリアになってしまうことなんですよ。自分は病気にかかんないから大丈夫だよって言いながら、ウイルスをあちこちに運んでいるキャリアになってしまったらね、本当に大迷惑になりますんで、そうならないように私は気をつけております。さあ次はですね、久しぶりにこのキーワードを出します。例のやつです。例のやつにつきましてはですね、毎日のように情報更新されてますし、私も情報の方を動画で発信しております。ですので、やっぱりいろんな問い合わせは未だに来るんですよ、私のところに。はっきり言って、自分が関わったことの情報は自分で取りましょうってことなんですよ。で、その自分で取りましょうの一部には、私の動画も見てくださいってことなんですよね。私の動画も見てない。事業説明会に行ったこともない。で、概要書面もよく読んでないと。で、公式ホームページも見てないと。それじゃ不安になりますんで、自分でできることは自分でやりましょう。そしてですね、資金繰りっていうのは十分改善されておりますので、何の心配も私は一回もしたことがありません。これもね、皆さんによく言うことなんですけども、私は多分誰よりも情報を持って、そして私独自の解釈の力を持っています。まあですので、多くの方のサポートができるところだと思いますけども、私も手放しに大丈夫だよって言ってるわけではないんですよ。ちゃんとリスクヘッジもして、余剰資金でいって、その上で誰よりも情報を取っているっていう、もう隙がないね、ビジネスをやってるわけなんですよね。で、しかもそれが、まあ潰れたからといって生活が壊れるようなね、そんなことをせずに、やっぱり依存してないんですよ。例のやつ依存してないんですよね。で、そういう形なんですよ。で、プラスアルファなんですけども、状況が悪い時は最善を尽くす、これを忘れてないってことだと思います。で、今回のことはね、去年の7月ぐらいから始まりまして、それこそね、半年経って、半年ですね、ちょうどね、ちょうど半年経ってそれが過ぎた頃ですね、2月になりましたんで、7ヶ月目くらいかなと思いますけども、この7ヶ月ってのは、やっぱ今回ね、お話した新型コロナウイルスと比較するのはちょっと不謹慎かもしれませんけども、いろんなトラブルってのは病気に関わらずこう広がっていって、沈静化するのに半年とか1年ぐらいかかる時ってあるわけですよ。それをやっぱり対局で見れるのか、それとも瞬間的に1ヶ月2ヶ月の単位で見てしまうのかによっても、だいぶ思考っていうのは変わってくるのかなと思います。私の場合はやっぱり長いスパンで見ることと、中期で見ることと、で短期的に解決しなければならないことっていうのを3つに分けてやってるわけですよね。この辺もだから FX の力が生きてるのかなと思います。まあですんでね、一つのことを極めるのも大事なんですけども、多角的に見ていく頭脳を持っていくってことも非常に大事になってきますので、私の場合はマルチタスクで運営するってことを心がけております。それではね、本日の放送は以上でございます。皆様にもっともっといい情報をね、お届けできるように、これからも努めてまいりますので、よろしくお願いします。いってらっしゃい。